嘘か本当かわからない。この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。毎週金曜、都市伝説のコーコーナイナイコめっちゃ遅れて言ってるわ。今日は日曜日ですね。今日そうだね、そうだね。今日上がるのはもしかしたら金曜日かもしれないから。あーまあそうだ、7分の1だね。そうだね、当たれ。7分の1に当たりを目標にしていきましょう。あ、当たれ。もうそんな飲む気もないよ。はい、で本日も都市伝説に詳しいお方にお貸しいただきました。お貸しいただきました、福倉さんです。お貸しいただきました。ハロウィンだけに、ハロウィンだけに。おお、やるね。そういうの好き。ドテツラさんでーす。ドテツラでーす。こんにちは。定着しちゃったね、ドテツラで。最近言われること多いもんね、なんかリスナーの人に会って、ああドテツラさんですよね。そう、ドテツラとか童貞とかめちゃめちゃ言われますよ。この前もね、歩いてる時に後ろからなんか、おい童貞それ言われてた。シェリーボーイって言われてパッと振り向いたら全然ちゃって全然違う。俺かと思ってた。こいつだけじゃなくて他にいた4人全員。そうだ。明治時代に渡辺海っていう人が無期懲役で刑務所ぶち込まれちゃったんだけど、この人脱獄をして、その後ある職業に就いたんだけど、これ何だと思います？売人。え、売人。ああ、まあ悪い、まあ悪い、まあ悪いやつじゃない。違います。ヤクザ、ヤクザ。ヤクザじゃない。 YouTuber、 YouTuber、 YouTuber じゃない。違う。おもむろに顔出してるやん。 AI、 AI。 明治時代に AI じゃない。これなんとですよ。ハンターです。あ、違う DVD のキラーじゃないです。脱獄して裁判官になったやつがいるんだけど、それは無理でしょ。それは嘘。渡辺海真逆やん、言っちゃったら。その渡辺海っていう人は長崎県の銀行で働いてたの。ああ、まあ頭はいいんだ、だから。そう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 。ああ、まあ頭はいいんだ、だから。そう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 。頭はいいんだ、だから。頭はいいんだ、だから。そうそう。頭はいいんだ、だから。そこで20円横領した。うわ、20円。え、20円。やっぱ今だから20円ってバカにしてるけど、当時は20円ってそうだそうだ。言うて200円って2000円とかでしょ。5万円高っ。まあでも言うてだよね。言うてだね。5万横領して5万でしょ。ただ5万でしょ。さすがにそれ嘘やろってなったのよ、渡辺海は。今の人1億とかでしょ、横領。そうそう。今だからどうなってるの。5世代先まで無期懲役。渡辺海も一緒、5万で無期懲役ふざけんなってなって、なるほど。刑務所に入っても結構反抗的な態度ばっかり取ってた。ふざけんじゃねえみたいな。それで反抗的な態度ばっかり取ってたから、三池炭鉱ってところに送られちゃったの。炭鉱。そう、三池炭鉱っていうのはもう一生そこで炭鉱の仕事をするっていう。ああ、お前のあれか、おじいちゃんがやってた。ちげえわ。あれか親族に謝る。こんなところで一生働くぐらいだったら、もう出てってやるよって感じで、意外とあっさり脱獄しちゃう。日本どうなってんねん。セキュリティやばいんだよ。日本怖っ。てか無期懲役とかしがちだよね。うん、そう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 。適当な理由で昔とかね、死刑とかしがち。そんだけ厳しいのに、あん結構すぐ出れるんだね。そう、セコムしてますか。結構ガバガバなんですよ。本田圭佑じゃないか。本田圭佑ちゃう。長島スポンサーセコムで脱獄して、お父さんに相談した。この先どう生きようみたいな。どうしたので、で、お父さんが言うには名前変えて新しく生きろって言われたんだって。あ、だから名前変えた。ちげえわ。俺の話はもういいだよ。気持ち悪い。だって濁ってほしい。いや、まあ確かにそうだよ。バディなんとバディ行ってほしい。ちょっともう俺で都市伝説立てんのやめて。で、お父さんはもともと地元でその裁判官の職員で働いてたの。
えぇ、ー、クールだ。でもお父さんもその裁判所で働いてたんだけど、その息子が捕まっちゃったから責任取れみたいな感じになって辞めちゃった、辞職しちゃったっていう。あ、そう、だからグルっていう感じではない。そういうとこなんか連絡もしっかりしてんの、いや、簡単脱獄簡単にできるのにさ、そんな連絡入っていくんでしょ。おかしくない？意味わかんない。偽名つくんでしょ。うん、なんで偽名作れんの。そう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 、そんな細かい連絡くんならもう偽名作れないでしょ。バレてるでしょ。それで、お父さんが言うには、お前はもうこれから法律を頑張れみたいな。脱獄したやつに。そうそう、すっごいな。辻村康太と偽名するんですね。へえ、辻村康太。辻村、現在の東京大学に試験受けてこれ受かるんだよね、普通に。頭いいよ。だから頭はいいのよ。だから無期懲役にしちゃいけない人物だ。まあそうなっちゃう、有能なわけ。有能だ。頭いいのに頭悪い方法で捕まってんのな。一生懸命勉強して、で裁判官になるんだけど、裁判所になった場所がまさかの長崎県。そう、長崎県に、転任。バレてるんでしょ。バレてるんでしょ。もしかしたらもうバレてるかもしれない。バレてるけど頭いいからもうしょうがないから長崎にしとく。暗黙の了解になるかもしれないけど、当時、なんか新しく裁判官になった人は、うん、お、近いな。新しく裁判官になった人は1年以内に警察に顔出しするっていうのが習慣づいてたの。何？え？もう、あかんやん。いよいよじゃん、いよいよじゃん。え、もう、バーってきて、おー、渡辺かい！渡辺のために法律。確かに。いらないんだ、そんな。さすがにこれはもうバレるからやばいってなったのよ。やばいやばいやばい。辻村もやべえってなって、これはもうさすがに病気っていうのを言い訳にして、こう、行かなかったんだ。おー、曲がり通るじゃないか。まあ結構もう危ないじゃん、やっぱ場所も長崎ってこともあって、だからもう本当に一生懸命頑張ったんだって、そこで。もう誰よりも朝早くそこで働いて、もう一生懸命頑張って、ハンジっていう普通の会社でいうもう部長ぐらい、もう偉いところまでもう一旦上り詰めちゃった。やるやん。でそこら辺からある噂が出るようになって、おっと、ついになんか渡辺海と顔似てんない。結構マークされるようになった。で、その渡辺海を扱ってた警察とかがもう本格的に調べるようになっちゃった。そういう渡辺海が、バレる、やばいやばい。で、もう普通にバレます。え、バレるんだ。うん、こう言い渡された罪が、戸籍を偽で作った罪。逃げたことに対する罪はない。懲役6年。勝ちじゃん。え、いや、なんで前よりよかったな。すごくなんか勝ってんじゃん。20円横領したことよりも偽で戸籍作ったのはなぜか軽い。絶対重い。そっちの方が上書きされてるのに罪はもうね、軽減されてるっていう。そう、まあ多分その逃げてた間が結構期間長かったから時効みたいな感じになったんではないかって言われてるけど、にしても20円横領より店で戸籍作った方が罪軽いっていうのがちょっとどうなんだろう。戸籍作るのはやばいよね。それ言われてんの。で、しかも懲役6年って言ったけど1年後に釈放されてた。ちょっと裁判官として必要だから。頭良かったね。でもさすがに裁判官に戻るのはちょっとどうなんだってなって、裁判官にはならなかった。で、何やったの。あの、ハンコ屋さん。で、これは裁判官で一生懸命勉強してたから字はめちゃめちゃ上手かったんだって。だからこれを生かして、あの、ハンコ屋さんをこう、あの、生涯頑張っていったっていう。マジの作戦勝ちじゃん。そう、作戦勝ちなのかな。結果としては勝ったわけでしょ。まあ確かにそうだよね。普通にずっと炭鉱してる。そうです、ずっとそこで働かなきゃいけない。まあそうか。カイはあれだね、もう1回目の懲役の時に結構やったわけでしょ。あ、そうだ、反抗的な態度ばっか取ってたからね。めちゃめちゃ栄光になったんやろな。だから1年で反省を生かしてる。ほんと指いじるよね、君。忙しいから。忙しいから指いじるってなる。いやでもなんかびっくり人間だよね、こんなガバガバの日本だから。もっとヤバい人にたくさんいるかもしれない。いや、確かにね。それまたいたら教えてくださいよ。そうだね。もうなんか明治時代面白い人なんか運命があったのも明治とかだったよね。そうだね、変な雑魚化した死刑士、あの、死ななかった死刑士。あ、そうそう、あれもね、明治死なねえから。それもその辺でしょ。そうそうそう、死なねえからお前。ヤバいやつたくさんいるから。じゃあ今いる裁判官もね、もしかしたら脱獄囚なのかもしれませんね。信じるか信じないかはあなた次第です、ということで皆さん、少しでもね、日本やばかったなって思った皆さん、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。え、おじいちゃんの名字なんていうの。おじいちゃんの名字
そっつけ辻村だろ。辻村じゃねえよ。名前は貝だろ。貝でもない。常識の壁など壊せよ。もしならばこの手で掴んだ。どんな時もこの気